焼きそばの太麺、大伊勢屋風のアンチョビ焼きそばの完成です。熟成焼きそばの大磯屋。こんにちは、焼きそばけんちゃんです。こんにちは、焼きそばひろちゃんです。はい、今日は大磯屋風、大磯屋風アンチョビ焼きそばを作っていこうと思います。はい、はい、使っていく材料はこちらです。はい、麺は大磯屋の焼きそば、今回は太麺を使っていきます。で、アンチョビなのでアンチョビ、これ今回 40g かな、2人前で。で、ニラともやしをそれぞれで、彩りで生姜をね、最後にこう、トッピングではなくて、混ぜてちょっと少しだけ加熱をしていきます。で、顆粒だし 4g と、一味唐辛子、を一つまみ分くらい、はい、で作っていきます。はい、じゃあハサミで包丁使わず、おまっ、はい、はい、じゃあアンチョビ焼きそば、後ほどねアンチョビソースですね、で和えていきたいので、先に麺から焼いていきます。じゃあオリーブオイルで、はい、じゃあ焼きそばの太麺で、パラパラパラ、パラパラ。はい、じゃあ2人前で 30cc のお水を入れて、はい、オリーブオイルでね、こう油をこう全体にこう麺になじませたら、はい、蓋をして中火で焼き目をつけていきます。はい、およそ中火で1分半経ちました。ペラッと、ペラッと、あ、いい状態ですね。はい、こんな感じでいい焼き目がつきました。では反対側も、同じく中火で焼き目をつけていきます。よいしょ。はい、裏面も、はい、あー、程よくいい焼き目つきましたね。はい、では今回は大磯屋風の、アンチョビ焼きそばなので、もう簡単にね、本当はこう麺を出して、アンチョビの香りをオリーブオイルに、移してっていうことを考えておったんですけど、まあ、簡単にねできるので、このままいっちゃいます。はい、じゃあもやし、じゃあ、はい、ニラ、紅生姜、じゃあいい色ですね。で、ここで一味ですね。ただここだけもつ鍋みたいな感じね。で、ここにアンチョビですね。で、ここに顆粒だし、ちょっとお湯でね溶いてあります。で、これを入れて、ここから手早く、もうこれで完成です。じゃあお皿に盛り付けていきます。めちゃくちゃ簡単。調理時間短い。うん。アンチョビがない人は、しらすとかちりめんじゃことか。で、仕上げに、黒胡椒でをかけたら、はい、これで大磯屋風のアンチョビ焼きそばの完成です。いただきます。いただきます。そこ、美味しい。うまい。味付けは、
アンチョビと顆粒だし、うんうん、で、あのこう単純な、なんと、分かりやすいストレートのこう塩焼きそばではないので、やっぱ魚介の風味がね効いてるから、カリッとオリーブオイルで焼き目がある部分がいい、食感がとっても良くて、うん、目の風味も生きてますね。あの調理時間も短くて美味しいね。美味しい。うん、アンチョビがなければチリメンジャコだとかね、シラスだとかね、そういったものを使うと代用できるんじゃないかなと思います。とっても簡単で美味しかったね。はい、ってことで思います。とっても美味しいので試してみりん。